皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はルートフィルムのファミ通紹介をしていきたいと思います。2人のルートが交わるとき、過去の真相が明らかになります。島根を舞台に八雲とリホが数々の事件に挑みます。本作の物語は八雲編とリホ編のエピソードで構成されていて、プレイヤーは2人の主人公の視点から事件の真相に迫っていきます。現代の島根を舞台に巻き起こる数々の悲惨な殺人事件、無関係に見えた一連の事件はやがて過去に起きたある出来事へと収束していきます。八雲凛太郎、キャラクターボイスは駒田航さんです。小さな個人事務所を構えている貧乏映像作家で、新進気鋭の若手として注目されつつあります。島根を舞台としたドラマの監督の一人に抜粋されます。監督としての名義は八雲マックスです。そして共感覚の能力で事件を解決します。物語を進めていくと、真相意識の中で忘れてはいけないキーワードと判別された言葉が画面に浮かび上がって視覚化されます。この言葉を記憶して手札として獲得するのが共感覚の能力です。獲得した手札は事件の解決編で発生する主人公と登場人物との討論で相手を追い詰める切り札として使用可能です。会話の内容に応じて正しい言葉が描かれた手札を選ぶと事件を解決に導くこともできます。ではキャラクターを紹介します。リホ、キャラクターボイスは茜谷姫香さんです。弱小事務所に所属する新人女優で、高校生の時にスカウトされて東京の高校転入後に17歳でデビューしました。高い演技力の持ち主で、島根を舞台にしたドラマの主役を勝ち取ります。そうですね、映像作家を待ち受ける受難は、島根を舞台にしたミステリードラマの監督に抜粋された八雲は、アシスタントの曲ネオンやカメラマンのかなてアンズ、主演女優の天形和葉とともに台本を書くために取材に向かいます。楽しい旅になるはずが、一行は取材先で殺人事件に巻き込まれてしまいます。リホ編は新人女優の実力やいかに、ドラマの主演女優に抜粋されたリホはマネージャーの真鍋陽子と撮影の下見で島根各地を巡っていました。忙しい仕事の合間を縫って高校時代の友人生徒美恵と再会を果たすも、リホたちの幸せな時間は突如発生した事件によって終わりをつけます。まあ、最後ちょっと噛み噛みで申し訳ありませんでしたが、今回はこの辺でルートフィルムのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。